こんにちは。今日は9月10日、私がミニマリスト卒業しますという動画を出してから1年が経ちました。ということで、今日はお片付けをしている映像を流しながらミニマリスト卒業後の話をしたいと思います。大きくメリットとデメリットをお話ししたいと思いますが、ご覧いただいている通り、この日は予定が重なって物が散乱している中、お片付けをしている状態です。一番のデメリットとして挙げられるのは、多少物が散らかりやすくなったかなということです。ただ私はお片付けが大好きっていうのが性格的にあるので、そこまで苦ではないため大きなデメリットにはつながっていません。昔から変な片付け癖というのか、そういうのがありまして、出かける前にああじゃないこうじゃないと洋服だったり物を散らかして、帰ってきた後にそれを片付けるっていうのが私の中でとても楽しいプチイベントだったので、今でもそれは変わらず、自分で散らかした分には片付けるのが苦ではないので、あまり大きなことではないんですけど、以前と比べると散らかしてしまう機会が増えたなとは感じながら、この日も片付けをしております。物の量で言うと多少は増えたかなという感じはあります。またミニマリストを卒業したことが関係してはいないですが、趣味も増えたので、そういったものであったり、なるべく物を増やさないぞっていう意識が減ったことから、物はカウントしていませんが増えていると思います。ただもう一つ変わったのが、なるべく収納を増やさないっていうことをやめたので、物の量に応じて必要な収納を取り入れているため、住所は変わらずセッティングすることができているので、散らかってしまってもこれはここ、これはここと決めている住所に戻すことで、片付け自体の時間はそんなに変わっていないんじゃないかなと思います。これからも物の量、季節によって変わったりもしますが、それに応じて必要な収納は増やしていったり入れ替えていこうと思っています。もともと私の性格的な部分かと思いますが、どちらかというと効率重視というか、合理的に考える癖があるタイプなので、ミニマリストを卒業したからといって思考の癖というのは大きく変わりません。なので卒業したから大きく何かが変わったかっていうのは正直ないです。それも見越してというか、ミニマリストを卒業するという発言もあまり躊躇なくできたかなと思ってます。ちなみになぜ卒業したかっていうのは以前動画を上げているので、よければ見てください。そして最近気づいたメリット、これもね、ミニマリストをやめたからっていうのが完全にイコールではないと思うんですが、実は出費が減りました。出費というのは個人的なお買い物、特にネットショッピングですね。これが減ったんですよ。で、私の中でいろいろ分析してみたところ、もともといろんなものを試したいっていうのがありまして、というのもこの時代いろんな便利なものとか、いろんな発想を持ってる人がいて、素晴らしい商品が世にあふれていて、そういうのを試さずに触らずに死んでしまうのはもったいないなぁと、なんかね、昔からずっと思っているんですよ。それを長く使うかどうかはまだわからないけど、経験として使ってみたいとか、その人の感性に触れてみたいとか、それを取り入れた生活ってどんな景色が広がってるんだろうっていうことに興味があるので、私にとってお買い物は物として増やすものだけではなくて、経験として知識として増やしているっていう部分も多くあります。それは今でも変わっていないんですが、その自分の中でミニマリストっていう生活をしていた時は、より便利なもの、よりミニマルなもの、どんどん小さくしていこうとか、少なくしていこう、もっと時短できるものはないかなとか、
よりスタイリッシュなものとか統一感とか、結構そういう単語がテーマとしてありました。それは意識していたのかわからないですけど、卒業を発表してから、発表ってなんかちょっとアイドルみたいな言い方をしてしまいましたが、卒業をしてからはなんかちょっとその辺がふわっと、いい意味でふわっと溶けたような気がしていて、単純にこうもっと純粋に気の向くままにお買い物をしている気がします。結果ですね、お買い物も好きだし、いろんなものを試してみたいなというところは変わっていないんですが、もうちょっと頭を柔らかくしてお買い物をできているからなのか、金額でいうとネットショッピングの金額が大きく減っていることに気づきました。あれもこれも試したいっていうのがちょっと減ったのかもしれないですね。今は自分の生活にテーマが一切なくて、本当にただただ楽しく、まあ気楽に暮らせればいいかなというふうな思考に変わっています。もう一つの変化としては、その暮らしにテーマを設けていないっていうのもありますが、別枠で趣味ができたので、自分の生活の軸っていうのが暮らしっていうところに依存してないっていうのも一つあるかななんて思ったりもしています。とミニマリストを卒業してよかったなみたいな話し方をしてしまったんですけど、決してそういうことではなくて、やっぱりあのライフスタイルを経験したからこそできているもの、取捨選択、これは違ったなとか、これは絶対あった方がいいなみたいな、すごく訓練になっていたなと改めて思います。それに最近また本を買ったんですけど、やっぱりどうしても本屋さんに行くと、そういったこう整理整頓であったりとか、まあ、断捨離、それは物だけではなくて思考だったり目に見えない部分もそうなんですけど、そういう本が興味あって手に取ってしまいます。そして先日もミニマリストの方とお会いする機会があったんですけど、やっぱりお話ししていて楽しいなぁと思います。特別こうガチガチにミニマリストっぽい話をしているわけではないんですけど、やっぱりその考え方とか思考の癖みたいなこととか、言葉遣いっていうのが私はすんなり受け入れられることが多いので、とてもお話ししていて充実な時間でした。なのでやっぱりね、どんなライフスタイルでもいいですけど、こう生活とともに変わっていって、それがだんだん積み重なって今の自分とフィットしていくもんなんだなと思ったりしています。で、最近の話をちょっと最後にしたいなと思うんですけど、この前冬に向けて、そうそう、一旦すごく寒くなった日が続いたので、ちょっと2年目の今年は和室を少し温かみのある感じにして冬を迎えようと最近思っていたんですよ。それもあって、こうラグ代わりになりそうな暖かい布っぽいもの、生地を探していたんですね。で、たまたますごく素敵なものに出会って、そこのおじちゃんと話していたんです。そしたらおじちゃんはすごくその自分の商品に対して愛情を持っていて、いろいろ説明してくださって、もうこれはすごくいいから買った方がいい、他のものよりこれを買った方がいい、でもこんなこと言ってるけど、うちの商品を買えって言ってるわけじゃなくて、変にこう安いもので済ませるよりもこだわっていいものを買った方がいいよっていうお話でした。確かに物選びに関しても同じことを私も思っていて、安いものがいけないわけではなくって、こう長く使うものほどいいものを選んだ方が結果的に安く済んだりとか、こう愛を持って使えるっていうところでは私もとても共感しました。で、迷っていたので他のところもちょっとお買い物してからまたやっぱり買おうと思ってそのおじちゃんのお店に戻ったんですね。そして、あ、やっぱりこれいただきますということでお会計をした時に、ありがとう、じゃあこれおまけでつけるよとマグカップをね、こう差し出してくれたんですよ。ただ私はあのマグカップ正直いらなくって、お家に素敵なのたくさんあるし、ペアで欲しかったし、あのデザインも好みではなかったので、あ、ありがとうございます、でもあのお気持ちだけというふうにお断りしたんですけど、こう
いやいや持ってって持ってってと言ってくださったんですよ。あれおじちゃんさっき自分のそうそうさっきお話しし忘れましたが、エコのためにも地球のためにも自分の本当に欲しいものを買いなさいって話してたよなと思ってあれ私いらないんだけどなと思って、でちょっとそこで話し合いというか、あでも本当に大丈夫なんでっていう話をしてたんですけど、いやいや持ってって持ってってとすごく押し問答みたいな感じになりまして、いやでもおまけだったらこっちのハンカチの方がいいなとか言っていたら、いやいやこっちの方が安いからうちにしてみたいな話だったので、あおじいちゃんこれマグカップ多分履けたかったんだなと思って、まあそこまで言うならと思っていただいて、まあ結局でもそのね、なぜかハンカチも、じゃあこれもいいよって言ってくださったのでラッキーなことではあったんですけど、こうやっぱり街で配っているものとかただのものってついついもらっちゃいがちですけど、あ私断れるようになってた、結果もらっちゃったけどと思ったのが最近のエピソードでございます。と言ってるうちにお片付けも終わったのでお話もここまでにしたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは。